はいどうも、ゼロゼロイチオンです。本日はですね、ディアドラさんの最新サッカースパイク、バッチョ 03KMG40 の方のね、紹介、開封をしていきたいと思います。それではね、早速開けていきたいと思います。あ、いいですね。シンプル。トップモデルのね、メイドインイタリーのシューズももちろん紹介をしていくんですけども、まあ、こちらもね、非常に、あ、シンプルですね。はい。白ベースに黒のロゴが入ったシンプルな、サッカースパイクとなっております。こちらのバッチョ 03KMG40 の方は、まあ、前足部にカンガルーレザーが使われていて、まあ、後ろにね人工皮革が使われているミドルプライスモデルですね。それではね早速機能性の詳細も見ていきたいと思います。まず前足部ですね、アッパーにはカンガルーレザーが採用されています。まあ、かなり、質感のある適度な厚みのあるカンガルーレザーに仕上がっております。まあ、昨今のね薄くて超薄くて柔らかいっていうレザーよりかはしっかりと厚みを持たせた、昔ながらのフィッティングの良さが、詰まっているそんなカンガルーレザーという印象を受けます。でアッパーステッチの方はダブルステッチですね。まあ、横に2本近い間隔でステッチが入っていることによって、まあ、伸びにくさを、追求しているようなものとなっております。でアッパー中足部以降は人工皮革ですね、しっかりとサポート性ある程度の強度を保つために人工皮革が採用されてまして、リアドのロゴでしっかりと補強もされているようなものとなっております。で、シューレースはセンターに配置されてまして、シュータン自体はこちらも人工皮革ですね。でこの部分ですねには結構クッション材が入っておりまして、まあ、足当たりよくかつボールのね接触とかで、まあ、痛みが出ないようなそういった仕様になっております。でシュータンは結構特徴的な尖ったシュータンですね。でかかとにはヒールカップがしっかりと内蔵されてまして、まあ、かかとヒールライニングの方には、まあ、人工皮革やや滑りにくい人工皮革でクッションもたくちゃんと入っているので、まあ、足当たりがいいものに仕上がっております。はい。でインソールは多分これは貼り付けタイプですかね。前は貼り付いてないんですけど、どうなってんのかな。後ろは貼り付いてるっぽいんですよね。うん、そうですね。やっぱり後ろかかと周りはインソールは貼り付いてます。前側は貼り付いてないので前はめくれますね。普通にペローンって。で中はね、フルレングスのミッドソールが採用されてまして、前側のアッパーラインがポリエステルですね。でアウトソールが土、人工芝、天然芝に対応できる MG40 ソールが採用されてます。こちらの方が以前はかなり以前といってもかなり昔なんですけども、これですね、このジグザグのところに実はワイヤーがありまして、かなり強度の高いワイヤーでシューズ自体の安定性、剛性を高めていたんですけども、昨今ではねデザインだけのものに結構なってることが多くて、今回も多分これデザインだけですね。あれを入れるとかなり重量が出てしまうので、多分この重量にはならないはずなんですね。でスタッド自体はね、シンプルな円柱ベースのスタッドになっておりまして、比較的まあ使い勝手のいい利便性の高いシューズには仕上がっております。また地味に、トップは円柱なんですけども、下が楕円になってまして、しっかり深く刺さると楕円型のグリップが効くようなものにもなっております。なので比較的グリップに関しては意外とターンもしやすいし、グリップもしっかり効くよといったものに仕上がっております。重量は片足で 251g ですね。まあ、昨今のサッカースパイクと考えれば、まあそんなに軽い方ではやはりないシューズではあります。以上でディアドラさんの最新サッカースパイクバッチョ 03KMG40 の紹介は以上となります。デザイン性がね非常に優れているこのシンプルでクラシックな感じで、仕様もねアッパーの仕様とかも比較的クラシカルな、仕様に仕上がっております。ソールに関してもね、昔ながらのものを使っているので、見新しさというのは比較的少ないものには仕上がっております。ただまあディアドラが好きな方とかバッチョが好きな方にとってはまあ非常にね、嬉しいシューズですし、まあ土、人工芝、天然芝どこでも使えるっていうことも考えると、結構ね最近の子っていうよりかは年上の、まあ今コーチをやられてたりだとか、まあフットサルメインでやられてるよみたいな方にとっては非常にね懐かしいシューズと言えるのではないでしょうか。で実際まあ履けるシューズでもあるので、これはねしっかりとレビューをしていって、まあ、このクラシカルなデザイン性であったりだとか、まあ、前足部のカンガルーレザーのタッチ感の良さっていうところをしっかりと、取り上げていけたらなと思います。それではディアドラさんの最新サッカースパイクバッチョ 03KMG40 の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。